あの、何キャスバーの出禁メンバーがちょっと分かってないです。ちょっとどうなってんの今。巻物ありがとうございます。いや、食べると結構正座っすね。パイセン A 版みたいですね。妖精さんどうなんだろう。ゆうかさん A 版みたいですよ。無期限みたいですよ。あのツイッター上がってました。何したか分かってないです。あ、バズれてるみたいな。出禁しない欲しいですね。あとフワもちょっとあの A 版、うん、あ、鮫島さんも出禁なんだ。何したら出禁になるんですか、キャスバーって。警察だったらやっぱり出禁だらけですよ。今回ありますよこれ。大丈夫ですかこれ。うん、いや、今日行くみたいですよ。どうやら YouTuber パイセン、うん、田中やりまんですよ。だから言ったじゃないですか、そんなの前から知ってるじゃないですか。誰でもいいですよ。彼氏いんのにね、男っているんでしょ今。やりまんですよ。ネコマちゃん出禁だったよ。嘘。あ、ワイも出禁。誰ネコマちゃん。ワイも出禁。わかんない。だったようなってコメント来たけど。そうなの？いや、元彼といた時に、うん、一回オーナーと揉めてるんですよ。え？あれ、よっさんの時？いや、よっさんの時じゃないですね。よっさんの時は違います。いつ？いや、よっさんの時言ってたじゃん。よっさんじゃなくて、その後に、うん、なんだけど、よっさんの忘年会の時に、あ、まあ、よっさんっちゃよっさんなんですけど、うん、忘年会年末のっつってるよ。うん、そう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 。何したの？警察来たの？警察はなんか来てたみたいですけど、なんかおなんだっけな、なんか大乱闘が起こったんですよ。大乱闘。スマブラ？そう、スマブラが起こって、でなんかオーナーがマイク持って、うん、あ、金はいい、あ、金はいらねえからお前らみんな出てけって言ったんですよ。うん、で元我が、うん、ジョイ出てくよって言って出てったら、うん、オーナーがなんか無銭飲食だみたいなこと言って警察に呼んだんですよ。でそれで戻ってきて、うん、で元彼とあのオーナーが、うん、なんかこう話し合って、ゼロワンと揉めた時、そう全然知らない、全然知らない、嘘でしょ、マジで、はい、で言われたのオーナーに。いや、オーナーにその時に出禁だとは言われてないですけど、うん、実際に出禁だとはいうふうには言われてないんですけど、無銭って言われてた。お金持ってなかったの？いや違います、オーナーが、うん、いや、お金持ってるって決まってるじゃん。いやね、だよね、オーナーが、うん、なんか金はいらないからお前らみんな出てけって言ったんですよ。ああ、それで無銭飲食扱いになっちゃったんだ。そうおやおや。で実際にじゃあいいよ出てくわって言って出てったら、うん、オーナーがいや無銭飲食だって騒いで、うん、警察呼んでみたいな。いや、今日キャスバー行かないですよ、ケイちゃん。今日巻き込み事故だもんね、そんなの。だって A 版になった人が来るって予告してんだよ。だってテロでしたって、そんなの。うん、皆さんナイスボタンお願いしますね。ナイスボタン、うん、あ、それが YouTube 裏のね。いや、どうなるか分かんないよ本当に。やばいっしょ。なんかスパークの調印式だって言ってんだけど、恐ろしいやでしょ。いけないよ、怖くて。うん、俺もちょっと NG のなんか配信者も来るみたいだし、うん、とばっちでしょ多分ね。ネオさんね、もうやりたくないって言うと思うよ。キャスバーの店長やりたくないわ多分、うん、多分ネオさん。これ何、配信者って誰でも配信つけていいの？これいろんな人がアカウント規制かかるよ今日。知らないこといっぱいある。ちょっと、あ、ナイス、ありがとうね。行くならボディーガード行かなくちゃいけない。いやいや、大丈夫だよ。配信つけれないよ。配信つけれないのに、その何、閲覧が取れるからって行くのは無能だよ。うん、ただ閲覧が取りに行けるからって言うんで、これね、もうだってアカウント無期限停止の人が来るって言ってんだよ。バカでしょ。誰でもできることをやるんだよ、それ行くやつは。閲覧が取れるからってパッパラッパでしょ頭それ、うん、パッパラッパ、パッパラッパでしょそれ、うん、バカじゃないんだから俺、やばいでしょ
でネオさんがそれ無期限停止っていうのを今知って鳩が飛んでね、出入り禁止にするかもね、店長の威厳を使ってね。ゆうかさんちょっともう今日は今ちょっと鳩で来たんですけど、ツイッターも見たところ、ふわっちの方が永久的にそのアカウントが規制されたっていうのを知ってしまった以上は、今回はちょっとお引き取りくださいって言うかもしれない、入り口のところで。うん、誰かが入り口のところ立ってないと普通に入ってきちゃうからね、あれ。うん、巻きもらえたやつ。あ、開けてきた。うわ、すごい美味しそう。来た、これ猫間特製豚キムチ。豚キムチ、お茶でいいですか。お茶で、お茶で。うわ、これご飯進むやつだ。すごいすごいね。真っ赤に燃えた太陽だからだよね、これ。暑いよねえ。キャスバこうなりますよ、今日。キャスバ下手したら、これキャスバのこれ深夜2時か3時ぐらいのあの状況です、これ、うん、これだけで食べます。さあ、ノアちゃんとどっちが美味しいかね、ちょっと、うん、いや、飯はね、あの、太っちゃうんで、これだけでも十分カロリーがあるんで。あ、巻きもらです。いかないで正解ですよ。ねこもちゃん、いただきます。はい、どうぞ。豚焼いてキムチ入れただけやんって思うじゃん。そうなんですよ、ぶっちゃけ。いや、そうっすね、うん、そうなんですよね。いただきます。はい。うまい、つるつる、うまい。今洗ってる今。あれ、そういえば、せいさん洗い物してくれました？してないんだよ。え？え？片付いてる？はい。誰か家入ってきたじゃん。俺洗ってないよ、マジで。マジっすか？あれ？おい！え、怖い。怖っ。俺洗ってないよ。いや、なんか大皿だけ、うん、洗い物で出したんですけど。おい、誰か家入ったんじゃないか、これ。マジっすか？いや、修士はやんないでしょ。怖っ。でも、大皿だけなんですよ、洗っちゃったのが。うん、なんか使ったの。俺、洗ってない。事件だな、これ。やめなさい。怖え。マジかよ。NG も嫌い。名前出さないでくれてありがとうございます、肉ママさん。名前出さないでいいからね、うん、もう察してくれればいいから。あいつね、みたいな。名前すら見たくないから。名前、あの、書いたやつブロックするから。即ブロックするから。名前も出してほしくないぐらい気持ち悪いのよ、うん、あ、察してくれたら嬉しいですね。キャスバ行かないっす。あ、エルマルちゃん来た。エルマルちゃん、キャスバ行かないよ、俺、うん、行かない方がいいよ、エルマルちゃん、うん、マジ、荒れるよ、今日は。はい、台風だよ、今日は、うん、いや、ご飯食いたくなっちゃうよ、これ、うん、あ、一人ブロックしちゃったよ。荒れるんじゃない、荒らすんだよ。出た、絶対こいつ。あ、こいつ取れちゃった。エルマルちゃんさ、カレンちゃんのこと煽りに行くでしょ。
炎上系はさ、閲覧取れるけど、まあ、かっこいいとか言われるからやめないよ、ほんとに。あの、アカウント規制かかるよ。ワンチャン A 版だよ。もう一人今日 A 版出てんだよ。そこまでしてリスク背負ういらないでしょ。普通にさ、あの、家で雑談してた方がいいんじゃない、女の子だし。男だったら行くけど、女の子なんだからそこまで荒らす必要ないよ。クルちゃんみたいになっちゃうよ、だって。例えが。やめた。